インテリアコーディネーター検定対策講座のガイダンスを始めます。インテリアコーディネーター検定とは、一次試験、二次試験に分かれており、それぞれ一次試験は10月、二次試験は12月に、東京、愛知、兵庫など全国12都市で開催される試験です。 出題内容を見てみましょう。一次試験は160分50問のマークシート方式で、家具の種類などだけではなく、インテリアの誕生からインテリアコーディネーターの仕事、インテリアの歴史、コーディネーションの見学や構造や工法、 それから住宅環境や設備まで幅広く学習する試験です。二次試験には論文とプレゼンテーションが課されます。プレゼンテーションでは定規やコンパスなどを使った実際に製図を行います。その製図を用いてプレゼンテーションをします。 試験時間は180分となっています。続いて本講座の特徴をご紹介します。本講座は検定試験の対策に特化していますので、試験内容に沿って全範囲の網羅ができます。また、 初めての方でも学習いただけるよう分かりやすく解説しています。もちろん難しい専門用語も解説いたします。検定に対応したテキスト、問題集を使っていますので、検定試験の問題をイメージしながら学習を進めることができます。 インテリアコーディネーター検定の合格のメリットと役立て方を紹介します。就職・転職においては、この資格を持っていることで、ハウスメーカーや家具の販売店はもちろん、飲食店など店舗を持つところの店舗デザインなどでも重宝されます。また、 フリーとして活躍できるのもこの資格の魅力の一つです。入社時に差をつけることもできます。もちろん建築系出身の学生さんもいると思いますが、その方々が必ずしもインテリアに詳しいわけではありません。この資格は文系の学生さんでもトライすることができ、 資格自体の専門性が高いため、現場に即した人材として、同僚と差をつけることができます。また、何より、現場でお仕事をする際に、お客様の信頼度が上がります。ただ単に、お客様がおっしゃるような商品を提案するだけではなく、基礎と歴史、 それから構造、工法、その用途まで幅広く学習をしているため、お客様に提案するときに、なぜこの提案になるのかという根拠を持った提案ができるようになります。最後に、お仕事だけでなく、プライベートの空間の演出にも役立ちます。例えば、お子様が生まれたときに、 学習しやすい環境を整えようですとか、十分睡眠がとれるよう寝室の照明を考えようですとか、お仕事だけでなくプライベートでも生きるのがこの資格の魅力の一つです。インテリアコーディネーター検定試験対策講座は全23回69時間になります。 詳細の日程は別途ご確認ください。長期間にわたる講座になりますので、体調等も考え、継続して参加できるように頑張ってください。また、合わせて受講料金、受験料についてもご確認をお願いいたします。本検定試験は各自での申し込みになりますのでご注意ください。 最後に担当する講師をご紹介します。フリーでインテリアコーディネーターとして活躍されている田辺ひとみ先生が担当します。二級建築士、インテリアコーディネーター、ルームスタイルなど、スタイリストなど、様々な資格を持っていますので、プロの視点から講座指導ができます。また、 合わせて、子育てをしながら働いている一女性の方でもあるため、時間の使い方、女性の働き方もご提案できます。講師からは、実際に仕事しながら現場で学ぶことも多い職種ですが、出格を持っていることが大前提です。合格を目指して頑張りましょうというメッセージも頂戴しています。 これで、インテリアコーディネーター検定試験対策講座のガイダンスを終了します。